絶壁の中をまっすぐに貫く尾根。悪天に捕まっても逃げ道はない。計画ではここを3日で抜け格好に挑む。知らない世界を見てみたい。人間の原始的な欲求なのかな。北米大陸の最高峰デナリ。山岳スキーの第一人者佐々木大輔、40歳。来ましたよ。でかいっしょ。下抜けないのかな。待ち受けるのは自然の脅威。